はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャルダンジョン攻略、今回はレシピ11の、入手と、あとはですね、レシピ9の武器の素材集めをやっていきたいと思います。で、まずレシピ11なんですけれども、こちらはね、あの道場入り口にありまして、でこの道場入り口自体は、出現させることは、そんなに難しくないです。別棟廊下 B のびっくりマスを踏むか、図書室のびっくりマスを踏むかで、道場入り口が出てきますので、ただね、この道場入り口を突破するのがかなり難しくて、まあ、高いレベルと、まあ、高い装備が、必要になります。で、まあ、その、ね、レベルを上げるついでにレシピ9の素材を入手していこうかなと、思います。でレシピ9の素材なんですけれども、まあ、まずガードをちょっと見てみると、リベンジ振り刃、輝く金属と濁った瞳、ガーディアンシールドについては輝く金属と。でレンジャーの武器も見ていきます と、ゲイルエッジ、輝く金属と粘土石で、ソーンクラッシュも輝く金属 と、ムカデの足みたいな。基本的にあの輝く金属が必要になります。で、バウンサーがちょっと必要ないのがあるのかな。ベルセルクは特に輝く金属は必要ないんですけども、ポーラスターもまたね輝く金属が必要になりますので、まあ、この輝く金属の調達方法ですね、チェイスも、3つ必要になりますの で輝く金属自体は一応作れるっちゃ作れます。ここにレシピがあるんで、作ろうと思えば作り出せるんですけども、結構めんどくさいんでドロップを狙った方がいいですね。でそのドロップを狙っていくんですけれども、その際にちょっとね持っていてほしい武器がやっぱりありまして、まずはねジャイロ棒ですね。要はね貫通持ちの武器ですね。まあ、ドロップする敵がいわゆるシールド持ち、青いゲージを持っている敵になりますので、貫通のね強い武器があった方が全然いいので、まずはねジャイロ棒、これはまあ俺は2本持ちをやっぱりおすすめしますね。でジャイロで仕留めきれなかった敵を、まあ、仕留める役目として、まあ、一応自分は、クリムゾンナイフじゃなくて、ごめんなさい、ストライクニードルの方か、ストライクニードルを、レンジャーに装備させてます。まあここはアイススプレッドとかでもいいものができれば、まあどっちでもいいとは思うんですけども、自分はストライクニードルの方が強いので、ストライクニードルを持ってってますというところですね。で、あとねメンバーがね今回大幅に入れ替わりました。主人公今までガードだったんですけども、今回バウンサーにしてます。で、ガードがねあの鋼くんなんですけれども、まあ、なんで鋼くんを入れたかというと、まず鋼くんは目利き要員ですね。で目利き要員は今まで才賀だったんですけれども、ちょっと装備を見てみますと、あのここにね太陽の指輪っていうのがあって、これがねなぜか超成功して目利き7がついたんですよ。で目利き7がついて、さらにガード11っていうね、かなり強い太陽の指輪ができましたので、まあ、目利き7がねここにあれば、他のね防具でちょいちょい目利きをつけていけば目利きは15になるでしょうということで、目利きのね、鋼くん、あと探索ね技術も持ってるんで、鋼くんを連れてきてます。あそうで、やっぱりねレアアイテムを狙う際には目利きと幸運がね必須になりますので、まあ、この2人、まあ、この2人っていうかこの2つを持っている人はぜひ入れてください。今までは俺は才賀でしたけれども、今回目利き要員は、鋼くんになってますと。じゃあこれをロードしましょうと。でそうですね、リベンジフルライ刃とかも作りました。で、ここまで来ると、まあ、目利きは15になってますと。で底力とかがあって、一応根性もついてみたいな。反撃がねやっぱりいいですね。このね反撃が意外に役立ってくれるというところで、主人公は、バウンサーになってますので、バウンサーはねポーラスターになってます。でポーラスターは何がいいかっていうと、焦点打ちですね。ちょっとロードしましょう。でこの焦点打ち、どうやって見るんだこっちのポーラスターで見ればいいのかな。あー見れないね。一応ね焦点打ちっていうのは耐霊装備なんですよ。まあ霊にねダメージを与えることができるので、ポーラスターはめちゃくちゃ、便利ですね。であとはそうですね、ハンターコートとか作った感じ、まあ、特に主人公はなんか余ってるキャラクターなんで特徴は特にないですね。でスナイパーはいつもの犬木くんになります。チェイスの2本持ちですね。
まあ、ここはね、状況によってジャイロ2本持ちとかに、したりするんですけれども、何があるかね。あ、そうそうそう、応援がねついてるんですよ。応援が、まあ、応援を持っていない仲間の能力を上げるということで、ここら辺はもう何の装備についてんだっけ。あ、スナイパーコートか。そう、スナイパーコートも作ったりして、まあ、結構、装備は揃えてありますと、まず最初はね、ルナちゃんを連れてきてるんですけど、ルナちゃんはね、やっぱり霊力8っていうのがでかいですね。で、最終的には幸運をつけるときには岩井くんにしてます。まあ、岩井くんはね幸運と急所狙いがあるので、まあ、ある程度戦闘もこなせるかなと。でちなみにね、ミオちゃんは、暗視と探索技術があるので、まあ、アイテムドロップが必要ないところについては、まあ、ミオちゃんを連れていこうかなというところですけれども、まあ、主にあれですね、異界ですね。異界に入った時に、暗視と、ね、探索技術があれば便利なので入れてきてますと。今回はちょっと異界は行かないんですけど。なので、まずはルナちゃんの装備をまたロードしましょう。デスペラードね作りました。これやばいっす。デスペラードねマジ強い。で今回このデスペラードもね、ほぼ攻撃力と命中率、スペック通りのものができたので、まあ強い一品かって言われるとそうではないんですけど、電光石火がねついたんで、雑魚さばきにはめちゃくちゃ役立ちますね。で一応二刀流がついてるんで、相方にクリムゾンナイフを、つけてます。で二刀流ってなんかレベルが上がるとどうなるのかなっていうのがちょっと今まで全然分かんなかったんですけど、一応調べてみたところ、命中率が上がるらしいですね、2本目の。でこの二刀流のレベルが低いと結構ね、あの外すみたいなんですよ。ちょっと俺はよく分かんないんですけど。なのでね、レンジャーと二刀流プラス1がついている、まあ、これも装備させていますと。まあ、幸運もね上がるんで、岩井くんにかなり向いてる、装備になります。デスペラードは本当に強い。これちなみにね、6月の4週にね素材が全部揃ったんでマジでギリギリでしたね。というところでこれをつけていきましょう。まあ、ちょっとね前置きが長くなっちゃいましたけれども、探索の方を進めていきたいと思います。まあ、まず最初、1階東廊下、ここを2階踏むというのはねもう鉄則なんで。では保健室ですね、ここもやっていきましょう。で実際に、道場入り口を出すのは俺は多分図書室の方から行こうかなと思ってますので、まあ、2階に、ね、向かってもいいんですけども、結局、ね、2階にも、ね、あの美術室に向かうことになるんで、どっちもやっていくんですけど、まあ、最初は、ね、やっぱり団結レベルを上げながら進めていきたいので保健室の方からやっていきます。はい、で中庭をね出したところなんですけども、まあ、中庭を出したところで中庭からね下に向かっていくか、またはねその南廊下から、上に向かっていくかなんですけども、まあ、自分は結構もう装備が揃ってきてるのでレベルが高いんでこのまま中庭に行きます。でまだちょっとねレベルが低い人に関しては1回中庭を出した後に、2階のね、南廊下を進んでいってもいいと思います。まあ、ただ自分はちょっと今回中庭に行きます。で強敵が出てくるんですけども、まあ、強敵もね、倒していきます。ここはねゆっくりなので比較的合わせやすいんですけど、ちょっと流れるとこうなるんだよね。デスペラード、チェイスは
中で行こう。で、OK かな。ちょっと速度は少し下げますか。うん。で、どうしようかね。防御してもいいんだけど、倒せるよね、3人で行けば。OK、OK、OK と。で、あとね、本当だったら最初はね、あんまりね、自分たちのね、なんていうの、レベルを上げすぎない方がいいんですよ。レベルを上げすぎると団結レベルがね全然間違えた上がりづらくなっちゃうんで、最初はね弱い装備で行って、団結レベルを上げていくっていうのも全然いいんですけど、まあ、今回ちょっとそこまでやっちゃうとめんどくさいんで、で行動次第なのデスペラードいけるっしょ、ミスターマジかまあさすがに食らうとダメージは残るね。ここら辺よし。で、図書室を発見しましたと。まあ、あとはまた、じゃあ、レベル上げを兼ねて戦いながらやっていきますか。まだ回復薬、そういえば作ってないんで、ちょっとそこら辺の準備が甘かったところはありますけど、一応死ぬ前だったら大丈夫でしょう。誰かが死んだら逃げる方向でいきたいですけど。うわ、外すか。で、一応慣れないときは、この踏みつぶしが来るときは防御してもいいと思います。全員防御ですね。全員防御でしのぐと。いってザヨイちゃん、あれだな、防御してなかったら死んでたな。で、また攻撃に走ると。マジか、倒せなかったか。お願いしますという感じですね。じゃあちょっとここもサクッといっちゃいます。で、じゃあ次は一応上に向かっていきますか。2階南廊下ですね。ここは普通にクリアしていきます。あ、そうそう、回復アイテムね。今第1弾のなんか応援キャンペーンみたいなのが終わっちゃったんで、ガラスの瓶をね、最初から持ってないんですよ。まあ、そこがちょっと辛いところかな。で、今第2弾応援キャンペーンなんですけど、第2弾の得点ってなんだっけ、なんか忘れちゃった。まあいいや。とりあえずじゃあ、2階南廊下クリアしていきます。そういやさ、もうルナちゃん告白イベントが起きたから外しちゃっていいね。で、告白イベントがね起きたばっかりだと正月イベントがね起きない可能性があるんで、まあ、そこはちょっと要注意なんですけど、もう岩井くんに変えていいよね。ちょっと待ってね、岩井くんの装備、こういうのもね忘れちゃうからね入れただけ入れて何にも装備してないとかたまにある。よし、これでいこう。じゃあ2階の東廊下、ここはびっくりマスを2回踏んで、渡り廊下を出現させましょう。でね、さっきちょっとね不眠症になっちゃったんで、今回実はねアイテム持ってきてます。ビルドパワードリンクと万能パワードリンクがね割と余ってるんで、まあ、ちょっとダンジョンに潜りたい時に、回復しようかなと思ってたんですけど、万能パワードリンク使いましょう。不眠症は結構厄介なんですよね、ダンジョンに関しては。まあ、もともと全部厄介なんだけど。で、渡り廊下挑戦します。あとは耐冷装備がどうだったかな、ここら辺をねやっぱりチェックしていかないと。ボラスターあるから大丈夫でしょ。で、鋼くんは
茜くんはないね。茜くんはあれにした方がいいのか。じゃあこれをバリバリスティックで、岩井くんはなんか霊力についてるんだよね。なんでこのままでいいでしょ。で犬木はもともと霊力ついてるんで、これでいきましょう。まあ、一応ね、死神を倒すとジャイロ棒用の、ね、素材が手に入る可能性があるんで、まあ、幸運付きの岩井くんでいきます。でね、次のねこの別途 A がねかなり厄介で、まあ、忘れるときは忘れちゃうんですけど、このね混乱耐性がないと壊滅的状態になるときがあるんで、あれガードとあれ間違えちゃったかな。まあいいや。でここら辺も外して、そうか、そうすると耐冷装備がなくなるんだ岩井くん。まあいいや。いや良くないか、よくない。攻撃が入らないのはさすがに痛いんで、え、どれ外す。レンジャーベストとか外せないしな。二刀流にはしておきたいよな、火力があるから。これ外すか。霊力がついてるやつ、あ、これでいいや。本当はね霊力用のね装備もロードしておけば楽なんですけど、俺はちょっとあんまりロードしてないです。じゃあ別途廊下へですね、ここからですね、美術室を出しますんで、びっくりマスをね一回踏みます。うわ間違えたちょっと何も考えてなかった今。足3つあたりから踏めばいいかな。ほい、おお通過してしまった。でさまよう魂ですね、こいつらがマジで厄介なんで、ちょっと勝負は早めに決めていきたい。うおー、あれ犬木なんで混乱してんのあれ犬木つけてなかったっけ。やべえ間違えたな。鋼くんが打ち抜かれたねチェイスに。いやーこのままちょっとやべえぞ。中でよし、ナイスデスペラード。さてびっくりマスを踏む、踏めない。鋼と犬木両方やばいな。いやーでもちょっとな、攻撃あるのみでいった方がいいかな。よし OK。 もう一個 OK。 よし、これで美術室が出たんで、あとはちょっと戦闘は回避していきましょう。で次もうこのまま美術室に行っちゃいましょう。なので一旦装備を戻します。ポーラスターに戻して、一回全部そのまま普通の装備に戻します。で犬木くんもチェイスにしておいて、で混乱耐性とかはね、必要ないんで、まず主人公はこのままでいいでしょ。で鋼くんもこのままでいいでしょ。で岩井くんの、デスペラードの2つ目ですね、クリムゾンナイフを、これをストライクニードルにします。でストライクニードル俺ねこれ結構強いのできたんですよ。レッグカッターとかいうねよくわかんないのついてんだけどこれでストライクニードルでダメージを与えつつ、デスペラードで、シールドダメージも与えられるというところ。で犬木くんは完全にこれジャイロ2本持ちにします。よし OK。 で美術室に行きましょう。ちょっと待ってね、ガラスの瓶なんか硬い木が全然ないんだけど、硬い木ってそんななかった。いやー最初からガラスの瓶持ってないの痛いね。まあいいや、とりあえず煙幕はねやっぱり2つは持っておきたい、なんかあった時のために。で回復薬も持っておきましょう。よし、これで美術室に行きます。で基本的にはもう美術室でアイテム集めをする感じになります。
で、美術室の敵はね、画材か人食いロッカーのどちらかなんですよ。で、そのうち人食いロッカーのレアドロップが輝く金属になります。ちなみにね、幻の合金はね、めっちゃくちゃね、出ますんで、めっちゃくちゃね、手に入ります。出たね。で、一応、俺は、1体確実に倒してもらうために、貫通持ちで、1体集中狙いします。うわ、ミスったね。いけ！そう、こいつらね、あれ持ってるんですよ。なんか、致命の一撃、要はヒットポイントが1になるやつ。なんでね、事故るんですよね。ほらこれもう主人公死んだよマジで事故るんで、もしね致命の耐性があればそれもつけることをおすすめしますけれども、ちょっとここは一旦回復させましょう。寝ましょう。もうでもしねどうしてもね輝く金属だけ集めたくて数が揃った時、要は死ぬと没収されるじゃないですか。その時はねもう逃げていいと思いますね、煙幕とかで。おお不眠症にならなかった。寝よう。まあ居抜きとかもね体力を削ってくるイベントがないんでそれは全然いいですね。でこれは2回目で体力回復してくれるんですけど、どうしようかな。まあいいや、精神を鍛えよう。さてちょっとそれでは美術室リベンジしていきますと。まさか一発目からな事故るとは。そんなねただ事故は頻繁にはね起きてなかったんですよね。あとね美術室はねハートがあるんで、ハートもね目押しで狙えるようになるとちょっと楽になります。 50%60% あたりでね体力が減ってくると結構厳しいんで全然的に出会えない。画材か、画材はちょっとサクッと倒そう。で今回はねちょっと幻の合金しか出なかったんですけれども、これ運がいいとね輝く金属が出てきます。なので赤色の粘液か幻の合金か輝く金属の3種類のうちどれかですね。でもちろん輝く金属がレアドロップになってますと。で体感的にはどうでしょうかね、運がいいと1回の戦闘でね2つとか輝く金属出たりするんですけど、この1探索でねだいたい2個くらいですね手に入るのは。たまに本当にね1個も入らない時がありますけど、っていうかねそもそもねあの人食いロッカーみたいなのがね出てこないんですよ。もう画材ばっかりみたいなまた画材かよって。でただ確率的にはね多分 50% くらいだと思うんですよ、その画材とロッカー。あのロッカーにね寄る時もあるんで、ロッカーばっかり出る回とか。だから画材の方がたくさん出るかって言われると多分そんなことはねないと思います。てか1個も手に入んなかったっすね輝く金属。一応ね目利き15でもねこんな感じなんで、本当にねまず目利きは絶対必須ですね。まあ15とは言わずにね、まあ、14とかね、まあ、そこら辺まではやっぱり上げていきたいですね。で幸運もねもちろんあれば個数に関わってくるんであった方がいいです。であとはねひたすらここら辺のロッカーを買って輝く金属を手に入れると、まあ、そういう作業になります。
未だに1個も手に入らないんだけど、ここまで手に入らないのもちょっと珍しいですね。目利きちゃんと機能してるのか。幻のね、合金がかなり溜まってきたけど、でここはね、健康に過ごしたいってやるとね、タイプの条件が上がったりするんで、結構いいんですよね。大吉で、またちょっと美術室ですね、探索していきましょう。ちょっと待ってね、目利き大丈夫だよね。目利き15だよね。ここまで出ないか。鋼くんが事故りましたね。で、相変わらず出ない。マジで出ない。ここはちょっとね、体力回復させたいんですよ。体力回復させたいっていうか、復活させたいんですよ。うわー、1個。てか、めっちゃずれたな。ロッカー。画材かー。何なんだろうなー。てかさ、よくよく考えたらさ、鋼くんが死んだ段階でさ、あれだよね、目利きがなくなってるよね。それ今は出ないわ。ちょっと早急に蘇らせないと。うわー、岩井くんが事故ったらまずいな、これ。フォーラスターはね、強いんだけど、やっぱり命中率が低いっていう。これはマジで蘇らせたい。ちょっと待ってね、目押しがどうしてもな。全然ダメだ。もうこれは戦闘回避しよう。ここで蘇ってもしょうがないんだけど。いや、素材集めがな、ちょっとうまくいってないね。まあ、まだ1月のね、2週といえば1月の2週なんだけど、まあひたすら美術室を回りますと。ちょっと輝く金属3つは手に入れて、チェイスをねもう一回作りたいんですよね。ようやく輝く金属出たね。岩井くんが事故ったけど。今回事故率も高いし、輝く金属は出ないし、ちょっと踏んだり蹴ったりだな。よし、蘇らせよう。で、蘇った段階ではヒットポイントが低いんで、もう一回回復したい。また岩井くん事故りましたね。でも岩井くんが事故ると輝く金属が出るっていうね。岩井くんには犠牲になってもらってるけど、とりあえずまた岩井くんを蘇らせたい。あー、もう無理だ。最後は戦おう。目利きがあるからね。まあ幸運よりはやっぱりね、目利きの方が大事です。っていうか戦えなかったし、まあ、とりあえずね、もうこんな感じでひたすらねアイテム集めをして、で一応輝く金属が集まったらもう一つの素材集めをするのがいいと思います。サボり癖までつくのかよ。今回なんだかなっていう感じだな、本当に。お、こういう風にね、輝く金属が2つ出てくれるとだいぶありがたい。で、しかもまだ探索率 20% だからね。ただね、死にそうになると超焦るんですよね。やべ、没収されるみたいな。その場合はもう完全に煙幕使って逃げた方が
いいですね。まあ 80% とかになったら戦闘は回避する方法で、まだね 30% とかなんで、こっから煙幕使うのはねまだ危険なんで、でもどうしてもね輝く金属を持ち帰りたいときはもう戦闘回避ですね。ただまあ別に今回はそういうあれでもないんで、戦いながら進んでいきます。レッグカッター結構いいね。レッグカッターとジャイロ棒であれば1体は始末できる。で基本的にはねシールドを剥がすと気絶するんで、まあ、気絶の時にターンが回ってきたらちょっとね息を回復させたりします。で TP が減ってきてるんで、ちょっとそうだね回復をしたい気がするけどうまく止まらんで71ロッカーレッグとジャイロ、これで確実に一体倒す。食いちぎりがほんと危険で、ここで気絶してるんで、まあ、気絶中はもう息を整えましょう。でぶっ倒すとデスペラードかな、当たってくれればな。そうそうそう、まあ割とね輝く金属出てきますね。最初の方はもう全然出てこなかったけど、よしこの回だけで多分 4,5 個は輝く金属手に入ったんじゃないか。ちょっと輝く金属の合計数を見てみましょう。まあ、3つはね絶対集まってるんで、で6個になれば今度クリオネ退治ですね。クリオネ退治に行かないといけないんで、これも寝ててくれるとね体力回復するんで、うん、できてしまったか。ちょっとアイテム数を見ましょう。チェイス、あ6個あるね。で粘土石、粘土石はクリオネなんですよね。クリオネなんでちょっと地下階段を進めていきます。ヒットポイント的にはどうしようかな。一回精神を挟んでおくのもいいと思うんだけど、ま挟んでおきますか。で基本的にねレシピ9の武器は輝く金属と、あと地下道にいるねクリオネか地獄ムカデのアイテムが必要になります。美術準備室は使わなくていいんで、で地下階段に関してはムカデが出てくるんで、このままあれでいきましょう。貫通装備でちょっとあれだね、また回復アイテムが減ってきたね。だいぶレベルが高いからね、まあ、4月あたりになったら道場に挑むのも全然ありですね。もうここはねムカデを狙っていきますダメだったー結局ムカデと戦うことなく終わったんだけどまあそういう時もまあまあある。で次は一応クリオネ退治に地下道に行くんで、クリオネに関しては特に貫通とかは必要はないので、ストライクニードルをクリムゾンナイフに戻しましょう。でジャイロ棒も、チェイスとチェイスですね。でねこの85のねチェイスはまあいいんですけど、あ両方でも強くなったか、なんか1本だけしょぼいのがあった気がするんだけど、両方良くなったかってことは、もうチェイスはあんまり厳選する必要はないけど、まあ持ってる分にはいいからね。でここも強敵狙いでいきますけれども、目押しがまたうまくいかなくなってきたからな。ここら辺いいね。これはもう普通に全力でいきましょう。チェイスは基本的に必中射撃になります。痛い、転倒しよった。射抜きが結構減ってるね。粘土石、粘土石じゃなくて輝くなんとかだっけ、違くて輝く金属じゃなくてなんだっけ、虹色
虹色鉱石みたいなやつ、どっちの方がレアなんだっけ。で回復はね、まあ早め早めに打っちゃっていいと思います。素材集めなんでね、特に先へ先へ進んでいくわけではないんで、回復アイテムは切れちゃったとしてもまあなんとかなります。あ、そうそうそう、虹色の塊、粘土石、うねる触手、まあ、これがドロップアイテムになりますけど、どれがどんくらいレアだったかわからない。まあ、うねる触手は多分一番しょぼいですね。粘土石の方がレアだったかな。もう一回くらいちょっとクリオネとな戦いたいんだけどな。これは100になったね。じゃあちょっと素材を見てみましょう。チェイス、粘土石、あ、粘土石の方がレアかな。一応チェイス2本作れるね。で、あとはね、やっぱりね、ポーラスターもね、もうちょっと厳選したい気がするんだよね。悪くはないんだけど。で、レンジャーはまあ、デスペラードと今のクリムゾンナイフがあれば全然大丈夫なんで。あれ、ゲイルエッジだっけ、どっちだっけなんかわかんねえや。で、リベンジフル刃も別に今のものでいいんで、てか濁った瞳がね、今の段階だと手に入れるのがめんどくさいんで、まあ、基本的にはチェイスかな。チェイスまず2本作りましょう。いいのができるかどうか。完成。364-83。完成。392-89。あれ悪くなくね今いくつ持ってんの俺。364-81。これ全然強いよね。全然強いのができたんだけど。普通に。あれこれさ、銀になってるってことはさ、大成功とか、なんかそんなの関係ないのかな。こっちの方が強いよね。ランク100だから。いや、いいな。やったやったやった。できたできた。で、こっちのチェイスも364-83でしょ。81。いや、2本とも強いのができたね、いきなり。てか、俺、チェイス何本持ってんだよっていう。あ、お任せにしちゃった。ちょ、待って待って待って。これをちょっと上書きしないとね。100のチェイスと88のチェイス。で、チェイス自体は1、2、3、4、5、6、7、8本。9本。めちゃ作ったな。という感じで、まあ、輝く金属は美術室で集めて、で、あともう片方ですね。さっきのでいくと、チェイスの粘土石はクリオネが持ってますと。で、これもやっぱりレアアイテムなんで、もう目利きは必須ですね。もう目利きは絶対つけないとダメ。で、輝く金属と虹色の塊も、クリオネになります。で、あとはレンジャーの、このソーンクラッシュ、もし作るんだったら、ムカデの足は、地獄ムカデになりますので、また地下道をさまよってください。で、ゲイルエッジも粘土石なんでクリオネを倒しましょうと。で、ガーディアンシールドは輝く金属が4つあるんで、まあ、美術室を周回すれば集まります。で、リベンジフル刃、濁った瞳誰だっけ、なんかどっかのね、鍵使わないといけないんだったか使わなくていいんだったか分かんないんだけど、別棟にねいたと思う、持ってるやつが。ちょっとごめんなさい、それは調べてもらって、まあ、一応そういう風に周回しつつ集めていけばレシピ9は作れるかなという感じですね。じゃあちょっと図書室とかを進めて、道場入り口を出していきたいと思います。図書室行きましょう。で、ちょっとなんか止めらんなかったんで進んじゃいましたけども、一応図書室で2回びっくりマークを踏むと、道場の入り口が出ます。これ確か別棟 B とかでも出てきます。まあどっちでも大丈夫ですね。じゃあちょっとここはまたサクッとクリアしちゃいましょう。
応ここで道場入り口が出ましたけれども、ちょっとねレベルが高いんで、まあ本当はね、余裕があれば素材を集めながらレベル上げをしていきたいんですけど、ちょっともう素材集めるのめんどくさくなっちゃったんで、練習しながら団結レベル上げていきます。それじゃあそろそろ道場入り口ですね、挑戦していきましょう。まあ本当にね、突破だけしたいときは煙幕大量に持っていけばいいんですけど、なんかねボスがいるっぽいんですよ。なんかもう忘れちゃった。確かにボスがいるはずです。なので煙幕だけで突破してもボスでやられちゃうといけないんで、やっぱりある程度のね強さは必要なんですけれども、まあ道中でねコツコツ減らさないっていう意味で煙幕をね大量に持ち込んでもいいと思います。で全部で10個でしょ。1、2、3、4、7。前回復薬は1個持っておこう。で煙幕5個でいいかな。よし、じゃあこれでいきましょう。でまあ鋼くんとかね本当は別のキャラに変えてもいいんだけど、どうしようかな。岩井くんとかも、岩井ってなんだっけ、急所狙いか。まあ急所狙いは確かに悪くないからな。まあ、岩井くんはこのまま入れていきますか。でも犬木はねもう絶対俺の中でのスナイパーは必須なんで。でセイラちゃんもね一応霊力持ってるんですけどね、まあ R だったり PR だったりするとやっぱセイラちゃん自体のねヒットポイントがちょっと低すぎるっていうのが難点なんで、まあやっぱり犬木に頼ってますね自分は。で鋼をどうするかな。目利きはねもう正直いらないんですよ。だったら暗視探索技術のあるミオちゃんにしようかな。ミオちゃん用の装備をね作ってないんだよね。ただ一回全部外して編成をミオちゃんにしよう。でミオちゃん装備これこのままロードするとあれなんですよ、目利き用の装備になっちゃってるんで。ただまあガードが11上がるっていうのはでかいよね。でハンターコートもまあこのまま装備しておきましょう。なのでボーンメットなんか変わるのある。グレートメット、スナイパー、レンジャー、バウンサー、スナイパー、ガード幸運、行動速度、忍び足か。サイレントブーツ11、まあ、これにしとくとりあえず。でガードがな11上がるっていうのはやっぱでかいよね。防御力も9あるしね。ガード、道具知識、反撃、献身、あこれはいいね。まあ、あとはなんか足か頭、ミオちゃん用の足か頭を作りたいんだけど、だったらなんかあれだね、探索技術か暗視がつくものがいいけど、なかったっけ。暗視プラス3か、スナイパーだけどな。探索技術上げたい気もするんだよな。戦闘回避できるからね、探索技術が発動してびっくりマークが1個増えると。暗視にしとくか。いや暗視にしとこう。でそうすると暗視級スロットが遅くなるのも役立つか。よし、これでじゃあちょっと道場入り口行ってみましょう。一番低いのが岩井くんでレベル80だからなんとかなるかな。道場に決まってるじゃない。校舎の中を歩いていた。ここは戦士たちの墓場。怪物が喋ってる。知りたくばついてこい。一人でも構わないって、一人で言ったら死ぬだろう。じゃあ探索していきますか。おっそこれはねちょっと申し訳ないけど、どういう敵が出てくるのかっていうのもね見ておきたいんだけど、ちょっとクリアをすいません最優先させます。これはもう絶対戦闘回避できるわ、この遅さだったら。暗視ってすごいね。
だったらさ、探索技術のレベルが低くてもスロットがめちゃくちゃ遅ければなんとか見押しできるね。もうこれここまで来ちゃったよ。第1の試練、百足の怪物に倒れし者の魂を。ギャー、怪物を呼び寄せた。そうだね、ボスいるね。ここは普通にまあデスペラードでいくでしょ。焦点打ち気絶とかすんのかねこれ。まあいいや、焦点打ち使っていこう。でチェイスはやっぱり必中だね。でリベンジブル刃、よし普通にこれでいきましょう。ちょっと戦闘はそれなりに遅くしよう。あんまり強くなかった、フォーラスターって当たったさっき。3ターンくらいででも蹴りがつきそうだね。いやここまで装備揃えればでも楽勝か。うん、全然楽勝だったね。ドリアー、おモブキャラみたいなのが出てきたね一瞬。開発レシピ、レシピ11、よーし、オッケー。道場廊下への道を発見したと。まあね、ガチ育成をやっていく上ではここら辺はちょっと必須になるんですけども、今回はレシピ11を手に入れることが目的なの でレシピ11は確か武器しかなかったっけ。ベンジャスの太刀ですね、256と。めっちゃ攻撃力高いよマジで。鉄サビ色の液体って道場で手に入れるんだっけ。作り方とかもう全然わからんわ。ツインビーストもね、これもいいんすよね。二刀流ついてるんで、二刀流プラス連撃ですよ。で、デスペラードもね、まあ、二刀流ついてるんで、まあまたねツインビースト2つ揃えるかって言われたらちょっと難しいんで、まあ、デスペラードとツインビーストの二刀流でいきますか。でシューティングスターはねちょっと欲しいんですよね。アルマゲドンはねどうかなって思ったんですけど、シューティングスターはねまあ命中率高いんで、でこの攻撃力で 2,3 回攻撃してくれるんで、これはあっていいですね。でスナイパーがねどうしても微妙なんですよ、まあ、精霊砲これは全体攻撃なんですけど、まあ、だったらっていうのはあるよね。やっぱチェイスがね一番ね安定しますね俺の中では。でめちゃくちゃ装備が揃ってきたら、まあ、ちょっと大蛇打ちの方も手を出していこうかなとは思いますけれども、スナイパーはねもう当分チェイスでいいです。なので次取りたいのはベンジャスの太刀かな。レンジャーは今一応なんだっけデスペラード持ってるんで、どっちかっていうとガード用の武器が欲しいか、またはこっちかな。そうだね、フォーラスターねやっぱり命中率がね低いんだよね、75結構外すんで、だったら安定してダメージの当たるシューティングスターを作るのもいいかな。精霊の体格が1つ、粘土石が3つ、輝く金属が3つ、これいけそうだな。まあ今回は多分無理だと思うけど、輝く金属だってさっきいっぱい手に入れたしね。で粘土石も使っちゃったしね。であと精霊の体格でしょ2つ。ああシューティングスター先に作ろう。でこちら辺はないはず、もうそうで、ここもないよねという感じなので、とりあえず今回はね、じゃあ目的のレシピ11を入手しましたので、まあ、動画はここで終了したいと思います。で輝く金属、まあ結構必要になるので、まあ、これはやっぱりね、ジャイロ棒2本打ちプラスジャイロ棒でね打ち漏らした敵を、レンジャーのなんだっけあの貫通武器で、仕留めるという流れが、まあ、一番いいんじゃないかなと俺は思います。で目利きと幸運はもうなるべく15に持っていきたいんですけども、特に重要なのは目利きですね。本当に目利きがない と、レアアイテムドロップしてくんないんで、まあ、そこら辺をちょっとね、揃えてから、まあ、素材集めをやっていくというのが必要になりますけれども、まあ、この流れでいけば、割かし集まりやすいんじゃないかなと思います。というところで、じゃあ今回はこれで終了します。
はい、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。パソコンの方は動画右下の登録ボタンから、スマホの方は動画の説明欄から登録が可能です。またツイッターではツイッター限定の動画も配信しておりますので、ぜひこちらの方もフォローをお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。